美味しそうなのが次々と出来上がっていくのを見てるだけで、よだれが止まらないんだ、です。シャンティ邪魔だよ、君。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月5日火曜日の午後4時34分です。今日は特にお知らせはありませんが、リンゴを食べようと皮を剥いたら、一つ流れで綺麗に剥けたんです。ほう。あ、私ったら、個人的なお話をしてしまってすみません。では、今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。まさかの子供の日に全く触れん感じ。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。え、てかあれよね。子供の日、イベント発表されてなかったけんないんやろうなとは思ったけど、まさかしずえさんの話にもないとは思ってなかったんやけど。はい、28,976 ベル。ご利用ありがとうございます。あ、広くなっとる。左側に部屋が増えたね。はい、で、こっちの左の部屋。まああれか、ちょっと狭い感じやけど、こっちをちょっと子供部屋っぽい感じにやっていこうかなと。まずは？まずは、壁紙。黄色いキッズルームの壁紙。なんかなぁ。たぬき開発。ピンクストライプ。イエローストライプにしていこう。よし。これと、床板。カラフルパズル。めっちゃ派手。コルクフローリング。パイン材フローリング。あ、縦はちょっとあれやね。横にしたいな。まあ、これ。え、どうかな？白いキュートなフロアタイル。なんか色味が。なんか色味が。これにするか。これで、あとは、ラグ。お魚のラグ。ポン。あ、かわいい。かわいい。その他は結構アイテム系やね。あとは、じゃあ、壁掛け。パーティーの飾り。あ、パーティーの飾り、何気に色違うんや、濃さが。なんか二つ、ゲットしたなとは思いよったんやけど。パーティーの飾り。あ、でもどうかな、私、淡い色の方が好きかも。まあいいや、つなげておく。何のパーティー中やねんって感じやけど。あ、つなげ。真ん中の方で、こんな感じ？かわいいかな？かわいいかな？ちょっと疑問に。モビール。モビールはいいんやけど、あれなんよね。ベビーベッドが欲しいけんな。世界地図。あ、こういうのなんか子供部屋とかにありそうじゃない？ありそうじゃない？で、あとは、部屋でハムスター買っとることにしよっかな。レコードボックス。バスタブ。バスタブどんな感じなんやろ？ちょっと出してみたい。え？なんか思った感じと違う。なんか思った感じと違う。あれやな。なんか、あ、てか湯気出ようやね、ちゃんと。なんか昔懐かしというか、こういう感じなんや。もっとおしゃれなのを予想していた私。なんかおじいちゃんおばあちゃん家にありそうじゃない？ああいうの。さあ、そして、作りかけのパズ。待って、キャンピングカーの模型。この辺でまあ遊び寄ると仮定して、作りかけのパズルでもこれなんかちょっとイラストがね、大人っぽいんよね。イラストが大人っぽいんよね。ニンテンドースイッチ。あ、このトイのテーブル。あとは、これオーブン付きコンロね。何やって、何やっけ、昨日、落ちてきた。風船から出てきた。良きじゃない？クライミングウォール。家の中にそんなものがあるというね。まあ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 。でも可愛くない？クライミングウォール。
個人的には嫌いじゃないんやけど。この壁飾りなんかめっちゃ、ちょいと待ってね。いろいろと避けて。はい、真ん中に。これテーブルはさ、どういう方向が正解かがいまいちよくわからんねよね。まあ、とりあえず置いておいて、スイッチ上に置こう。こういう方向でやりよる的な。んで、あとは、飾っとく模型。キャンピングカーの模型。ふんふんふん。んで、あとは、壁に、ふん、ビで。何があるかな？学習チェア。なんかこれ、この部屋はね、このテーブルに、あの、座布団みたいな感じにしたよね。座布団、クッション？骸骨マイク。なんか地べたに座りたい感じがする。椅子よりも。この部屋ではね。アロマディフューザー。おしゃれ。母のティッシュケース。ちょっと派手めなのを置いておきますか。お絵かきセット。桜クロック。あれ？ちょっと待って。桜クロック。これが、まあ、このあたりに置いておくとしまして、まあ、そんなもんかな。赤いシンプルマット。どうやらお魚、まあ、お魚でいっか。お魚でいっか。あとはなんかちょっと子供っぽい感じの服。ね。色味的に、プルオーバーアウター。あ、でもこの辺の、なんかキャラクターもののシャツみたいな感じで。なんかね、壁にかけといたら、いい感じかもしれない。でもそれぐらいかな。あとは、またジャンパースカートとかかけとく？お、ちょっと待てよ。これを、こっち側。こっちにかけとくか。もうちょっと高め？この辺か？んで、これも、こっち側にかけといて。まだ結構なんかあれやね、シンプルめな部屋になっている。イースターのバッグ。こういうのとかもなんか。いやーでもな、微妙やね。これはやめておこっか。まだ圧倒的に家具が少ない感じがするよ。ケケハウス。ケケガムランと、ケケハウス。このあたりを、ま、ポスターみたいな感じにも見えるしね。よし。こんな感じで。ティッシュどうしよう。ティッシュどうしよう。この辺。とりあえず手の届くところに。あ、一応通れるね。このテーブル可愛いと思うよね。トイなテーブル。良きじゃない？これもなんか登れたらいいのに。登れないのか。この辺も音出るかなって思ったけど全然やね。あ！ティッシュは取れるの？一応なんか音が鳴ったよね。こういう感じで、ベビーベッドっていう年齢ではないような感じがしてきたな。ね。そういう感じではない気がしてきたけど。まあ子供部屋ってことで、ちょいと子供っぽいものを並べてみた。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。
か5月6日、今日はね、本当やったらくるぶしの誕生日らしいんやけど、お、お品物代金5万224ベル。くるぶしの誕生日らしいんやけど、まあ、うちの島からはちょっとね、くるぶしは出て行ってしまったので、出て行ってしまったので、まあちょっとその辺は何してるの？運動中ですか？なんかめっちゃ固まっとるけど。あら、ご機嫌かですか、タフン。話を聞きに来たよ。人の話をよく聞くのが大切だって本に書いてあったので、話しかけてくださるの大歓迎でした、タフン。ふんふん。なんかあれよね。ほんとなんか、みんなの動きが、いろんなパターンありすぎて、あと何パターンあるんだろうか。ん？あれ？もしかしてレイジ来とる？はい、化石ゲットライオネルは鼻の匂いを嗅いでるのか、めっちゃ笑顔なんやけど。ねえ、なんでさ、シャンティもそうやったけど、ここに座るの？あっちを向いて。何かあるの？案内所に。元気そうで何よりだわ、なのだわ。おしゃべりしよう。今日みたいに天気の日は、島の空気がいつもより美味しく感じられるわ、なのだわ。まあ、めっちゃいい天気やね、今日。お、立ち上がった。ずい、座った。なぜ？いや、元気かい、まさしく。世間話でも。春のあゆな。今この瞬間を忘れないよう、心のアルバムにしまっておこうか、まさしく。なんか自分の名前つけたけん、ちょっと変な感じするよね。今、鼻かまきりおった。ちょっと待ってよ。私、鼻かまきり、めっちゃ逃がすんやけど、びっくりした。一瞬ドアプレート外されてるって思ったけど、こっちやね。あ、なになに、ハンナちゃん。あのさ、寒い曲を聞いた時に使える、ヒューっていうリアクションがあるんだけど、興味なさそうな顔するんじゃないよ。いいから見てな、やるよ。いや、別に何も言ってないよ。ふぅ、寒。何年か前に全然受けない芸人がいて、そいつの滑り芸を見たやつは、みんなこんな風になっちまったよ。だってね。それは、師匠のことかい？師匠出てこんのかな？あつ森。ヒューなリアクション教えてもらった。寒。ヒュー。あ、そういえばね、私、この動画外でも2つぐらいリアクション教えてもらって、増えたやつがね、この、ブルブル。と、あと他に、これ？あ、違うわ。くしゃみ？あの、なんか走ってきて話し出したよね、今。そんな急いで話すようなことが。なるほど、星空ね。そうさ、晴れた日の夜、この島では満天の星が輝く。世界中の女の子たちにこのロマンチックな光景をお裾分けしてあげたいね。あんたのことだから、星空の下でナンパしようって腹だろ。おや、あゆな。あゆなと見どころについて、ライオネルの意見を聞いたとこさ。人を呼んで、島を盛り上げたくてね。ありがとう。みんなしてそんなことを思ってくれてるのね。あゆなくんはどうだい？この島で君が好きなもの、よかったら聞かせてくれないかな。自然、住んでる人、特にない。住んでる人。あんたそんなこと思ったのかい？まあ、いいやつばっかではあるけどさ。と言っても、人の良さなんかどうやってアピールしたらいいのかね。だってね。まあ確かにパンフレットとかに載せるにはね。でもさ、結構求人情報誌とか見よったら、そのバイト先のアットホームさアピールしてるとこめっちゃ多くない？そういうことなら任せてくれ。島へ来てくれた人たちを僕がエスコートしようじゃないか。名付けて、観光大使ライオネルと行く情熱のアイナ島ツアー。ただし参加は女の子限定頼むよ、まさしく。頼まれましても。あ、早速ヒューが。それ、あんたがやりたいだけだろ？ってことは、ツアーをしてくれるのはライオネルということだね。何？買い物に来た？フォーチュンクッキー。いいね、いいね。あ、てかさ、てかさ、何？この、パスポート？このパスポートの写真ってさ、あれなんやって、動物と一緒に撮れるらしくって、撮れるらしくって、ちょっと待って。こっち側に移動すればよきか。でもなんかツンドラさんが邪魔なような気がしてしまうけど。これで。ちょっとハンナちゃん動かないでね。ハンナちゃん動かないでね。あ、なんかもうあれやね、めっちゃ昔やね。あ、違うんだ。私を、方向を。これで、ツンドラさん邪魔だな。あ、アンチョビが映り込む。
めっちゃなんか渋滞しとるけど。でもなんか良くない？ごちゃごちゃ感。超ごちゃごちゃ感なんやけど、でもなんか賑やかなあゆなとって感じ。え、よきよき、これで更新しとこう。だってこの1枚にさ、あゆなやろ？で、ハンナちゃん、で、ツンドラさんの鼻先にアンチョビの頭っていう。よき。肩書きなんか増えとる？これってさ、どっちがなんなんやろ？上が新しいやつ？いまいちわかってない。上が新しいやつかな？アウトドア派の。これは下？下が新しいのか？あ、なんか下が新し、わからんね。全くわからんね。つい最近、ワンルームの、つい最近増えたやつがどれかがよくわからんねよね。あ、でも下の方に、ルーキーとかがあるけん、これはもう上の方ということなんだろうか。ふんふんふん。あ、多分上の方やね、これ。あ、だってほら、ワンルームのってあの、一番最初のめっちゃちっこい家から始まったやつってこと？家っていうか、ま、テントやけど。ってことは、愛好家で、何愛好家になる？何愛好家とかない気がする。ちょ、待って、これ一気に飛べたらいいのに。く、なげえ。めっちゃ肩書きあったな、私。アウトドア派の愛好家、何を愛好しているかはわからぬ。映える娘じゃなくなった。ま、でもアウトドア派っぽいやん、なんか、見た目。ま、これで良きということで。いいね。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月7日木曜日の午後5時19分です。今日は特にお知らせはありません。それにしても毎週木曜になると急に週末が近づいてきた気分になります。週末を元気に過ごせるよう、あともう少し頑張ってくださいね。それでは、結構バリエーションあるね、静江さんの言葉。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。自分家の前に雑草が。もしもし、こちらはたぬき商店のまむきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金 52,825 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしておりまーす。ってことでちょっと早速むしっとく。そう、昨日ね、いろいろとまた買って、これは何やったっけな、パラボラアンテナか。アンテナってやっぱ高いところに設置するべきよね。丘の上とかかな。この辺はアウトドアベンチ。大量の。大量のアウトドアベンチ。はい、アンテナと。アウトドアベンチは、サッカーゴールの両脇に置こうかなと思って。なんかちょっと、応援に来たお母さんたちみたいな感じで。あ、で、今回はね、あれなんや、私。ファニーさんの島へ向かおうかと思いまして。ん？これはゲットしたことある蝶々か。久々にパニーさんの島へ行こうと思いまして。タイヤ片手。読書中か。パニーさーん。ヤッホー。やあ、アイナさん。また遊びに来てくれて嬉しいよ。撮影スタジオなら今空いてるから、好きに使ってくれていいからね。むしろ空いてない時があるのか。あの表札というか、なんていうか、かわいいよね。どこの部屋使おうかなぁ。まあ、どこでもいいんやけどさ。なんかちょっとサンリオキャラを呼び出すけんさ、かわいい感じの部屋がいいやん。こっちちょっとエレガントやったね。こっちやっけ？なんか子供部屋みたいなとこあったよね。あ、ここに呼び出そうっと。ってことで、はい。このマークが表示されているときにアミーボを NFC エリアにタッチすると動物を呼び出せます。今表示されてるわけやね。ってことで、まずはい。あれ？待って。呼び出せないんですけど。呼び出すことはできんけど、読み込むことでゲットできるってことかな。これで、確かね、あれなんよ。タヌポート。で、変えたはず。
はい、帰ります。え、呼び出せるんかと思っとった。呼び出すことはできんのや。さあ、ってことでこれで、帰るというわけですね。よかった。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。2日連続ボーナス80マイル。ん?システムからのご案内。撮影スタジオに呼び出した方のポスターが、タヌキショッピングのスペシャル商品で注文可能になりました。あ、なるほど。説明。今後もタヌキショッピングをよろしくお願いいたします。ご利用になりたいサービスをお選びください。タヌキショッピング。さあ、ここで。あ、これか。増えとるポスター。ほら、かわいい。え、めっちゃかわいくない?シナモロールのポスター。ほう。いいね。え、てか、あれやん。そのキャラクターなわけじゃないんやね。エルってあれやん。シナモンは、誰やった?フィーか。で、キティちゃんはリラ。ポンポンプリンはマーティーで。マイメロはチェルシーやけど。全然違う子たちや。映っとるの。シナモンとたけけとハニワくん?周りはちょっとなんかよくわからん。周りは普通にシナモンのキャラクターかな。ハローキティはしずえさん。ポンポンプリン。リセットさん。こんなところで登場なんや。リセットさん。で、マイメロは、たくみさんと、ケントくんか。ぬいぐるみみたいなやつ。あ、てかこの二人出てこんのかな、つもり。ね、思ったんやけど。え、てかこのたくみさんかわいい。よき。そう、私サンリオコラボね、キキララだけ持ってなかったけんさ。それがどういう感じなんかはちょっと気になるんだけど。とりあえずこの四種類ね。え、めっちゃかわいい。いいね、いいね。え、てか、せっかく、呼び出してくれたけん、写真を撮影しようと思ってって、全然、本人の写真ないやん。どうも。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。お、今日着物があるやん。なんかさ、ここに飾られてるもの変わらんくなってきたことない?どういうこと?あ、アイナさん、いらっしゃい。そうそう、家具のリメイクで使える布地、また新しいのを作ってみたので、よかったらどうぞ。か、あんだけのパターン作るってすごくない?毎回毎回それをね、くれるっていうの。ちょっと仕事の息抜きにと思って作ってみたんですけどね。やり始めると楽しくて、ついつい夢中で作っちゃうんですよ。ちゃんと仕事もできてる?なんか私に私用のばっかり作ってない?大丈夫?はい、使います。あ、かわいい。健やかなセーター。何がどう健やかなんかわからんけど。これちょっとあれやねん。ジャイアンっぽくない?のび太の方かな?こんな感じじゃないっけ?あ、この辺のさ、めっちゃ部屋着にいいやん。ね、よきよき。あ、これ、ボアブルゾンの下にキュロットってめっちゃよくない?私前回買ったのってどれやった?うん、覚えてない。え、白やったっけ?茶色やったっけ?え、ピンクやったような気もする。よし。めっちゃお部屋でゴロゴロする感じのコーディネート。オッケー。あら素敵やよ、お気に。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。てかあれよね、収納棚とさ、ファッションケース、中身別にしてほしいよね。なんか普通に、服は服だけにしてほしいことない。なぜまとめられてしまうんだそこ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月8日金曜日の午後4時15分です。今日は特にお知らせはありません。それにしても今週もあっという間に過ぎた気がします。皆さんも一週間お疲れ様でした。良い週末をお過ごしくださいね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかいつもの雨より強い?そんなことないかな。雨いつも一緒?よくわからんけど。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金、33,448 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。やっぱいいね、犬声があるだけで全然違うね。さあ、ってことで、ほら、昨日買った、ポスターたちがやってきたよ。貼っておかねばやね、子供部屋に。よしよし。貼っておきます。こんな感じ。もう全く違うんよね。え、どうしよう。上側に並べて貼る?
あ、でもな、4つポスター、こっちの壁にしよっか。とりあえずちょっと、開けておかねば。本当はね、5種類全部コンプできたらいいんやけど、キキララのがないんだ。しかもあれやろ？もうなんかずっとサンリオのカードのやつってめっちゃ高いんやろ？やば。やば。とりあえず一通り全部出していっとこう。シナモンのポスター薄っ。あ、なんかあれやね。濃いな二つに薄いな二つって感じ。どうしよう。ちょっと待って。そうじゃないんだ。こういう感じで貼っとこうかな。雪じゃない？はい、これで。鉄道模型の音がうるさい。今ね、部屋こんな感じなんや。めっちゃ、子供部屋っぽくなったやろ、とりあえず。最初はね、なんかパステルだけにして、女の子の部屋って思ったんやけど、まあ、別に、ビビッドな色があってもいいかなと。リメイクもしまくりよる。こんな感じです。今の子供部屋。こんな中でも傘は差さない私。お、木の苗。たぬきちや。なんかローンとは別って言ったけんさ、定期的に帰れるよね。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういってご用件だのも？どれ？マイホームの相談？マイホームについての相談だもんね。どういった相談だのも？どれ？リフォームしたい？かな？お家の外観のリフォームは1回につき5000ベルでお受けしてるだろも。今日工事のオーダーを受けたら明日の朝には完成するけど、いかがするだろも。お願いします。ま、でも1日はかかるんやね。じゃあデザインカタログを見せるから、好きなパーツを組み合わせて新しいお家のデザインを選んでね。組み合わせて。おぉ。ああ、いい。てかなんかこの場所めっちゃいいね。あ、そこに建てたらなんか、森の中のお家みたいな感じになるんや。これちゃんとピンクじゃない？いや、でも、あれか。前と一緒なんか。でもなんかこうやって並べられたらちゃんとピンクやな。じゃあやっぱりピン、あ、でも変えれるのはあれなんやね。屋根と、ポストだけか。じゃあとりあえず今の水色で、今この素朴なポスト？こういう感じなんや、ポスト。どうしよう。この見た目ってことやろ？あ、なんか横に植え込み置くのいいね。植え込み？低木。赤、白。白かな？白い大きなポスト。じゃあこれにする。オッケー。そういうデザインにしたいんだもんね。じゃあリフォーム費用として5000ベル頂戴します。これから多分ポストの形とかも増えていくんやろうなって思うけん。毎度アリーダラも。なんかね、思ったより可愛くなかったし。どうしたの？今日はアイナちゃんにサプライズがあるんだよ。なになに？じゃーん、これ受け取って。家具。このファッションケース、アイナちゃんに使ってもらえたら嬉しいな。あは、ファッションケース？何色？前に置いとったやつと同じ色か。なるほどね。使わせてもらうよ。前のやつ売ったんやけどさ。シャンティがやってきている。シャンティいろんなとこにお邪魔するね。前ルーシーの家にもおったやん。あら、偶然ね。まさかここだよなんて驚いたわ、だってば。こっちがだよ。お話ししよう。アンチュビさんのお部屋にいると気持ちがリフレッシュするのよね。まるでパワースポットみたいだわ、だってば。まあ、果物とかいっぱいあるしね。うふふ、今日はシャンティ君も僕に会いに来てくれてるんだよ、弟子。おしゃべりしよう。シャンティ君も遊びに来てくれてるんだよ。みんなでいっぱいお話ししようね、弟子。シャンティが遊びに来たことがよっぽど嬉しいみたいやね。どうしたって感じやけど。ねえ、テレビ見せて。テレビで僕がよく見てるのは、やっぱりお料理番組だね。美味しそうなのが次々と出来上がっていくのを見てるだけで、よだれが止まらないんだ、弟子。シャンティ邪魔だよ、君。あ、今はなんかヒーローものやりよる。ロボットヒーローもの？なんか飛び盛りの頃に比べて、テレビ番組の数も増えたみたいなの聞いたんやけど、そうなんかな？自分家にテレビがないけんわからん。そう、テレビも置きたいなって思うんやけど、今のところ作れるテレビって、リンゴのテレビやろ？今、
アンチョビの家に置いてあったやつみたいな。どうなんやろう、合うかな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年5月9日土曜日の午後4時55分です。では、本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。お、久々。誰やろう。どんなお客様が遊びに来られたのか、お会いするのが楽しみですよね。これやっぱりさ、なんか10人揃っとっても呼べるみたいなのを聞いたんやけど、そうなんだろうか。何回も言ったら誘えるんかな。では、本日も楽しい一日になりますように。誰やろう、気になる。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃハリーポッターみたいな格好してるけど、一応なんか学士の服っていうのが風船から出てきたけんさ、それ着とる。いつもさ、なんか風船から出てきた服に着替えるんやけど、それに合わせて周りの小物とかも変えようんよね。ん？またなんかバラがめっちゃ増えてきたな。だって私ここを取ったもんね、犬小屋設置したけん。あ、ポスト変わっとる。ん？モニカから。親愛なるアイナちゃん。メッセージカードって仲良しな子からもらうととっても嬉しいよね。あたいもアイナちゃんに喜んでもらいたくて、心を込めて書いてみたよ。返信くれたら嬉しいな、モニカより。かわいい。ほら、ポスト変わった。こんな感じ。よき？やっほー。よ、元気そうだな、てごわす。世間話でも。しかしまあよく降るもんだ。俺はもう飽きちまったぜ、てごわす。ね、ここんとこなんか毎日ぐらい雨な気がする。梅雨でもないのに。ねえねえ、君って僕のことどう思ってる？え、こうやって恥ずかしそうにすると普通なら言えないようなことでも言えちゃったりするんだよ。自分の気持ちを伝えたい時にはこのもじもじがぴったりだと思うんだ。です。あ、なるほど、仕草を教えてくれると。もじもじなリアクションを教えてもらった。もじ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 。でもちょっと顔が怪しい感じするけど。アンナちゃん。よ、アイナ。今日も会えたね。だってね。世間話でも。ああ、濡れちまってるじゃないか。帰ったらさっさと風呂に入りな。だってね。これって傘差しとったらまた別の反応やったりするんかな。なんかさ、傘のタイプの子と、カッパのタイプの子がおるんかなって思いよってんやけど、なんか傘差しとる時とカッパ着とる時があるよね。同じ子でも。なんなんやろ、あの違い。気分かな。あ、かわいい、サンゴーさん。やあ、いらっしゃい。僕のテントにようこそ。キャンプ楽しませてもらってるよ。この島は空気がとっても美味しいね。きっと食べ物も美味しいんだろうな。羨ましい。うりゃあ。このなんかね、かすかに見えとる目が垂れ目っていうのが、私垂れ目が好きっていうだけなんやけど。ねえねえ、今から僕とちょっとしたゲームをしてみない？もし君が勝ったら僕のアンダーリンメガネを商品にあげちゃうよ。うりゃ。アンダーリンメガネいらんけど、まあ、うん、いいね。やった、そう来なくっちゃ。それじゃあ早速始めよっか。ルールの説明はいる？うりゃ。いらない。うん、わかった。それじゃあ早速カードを切って。はい。今引いたこのカードのマークは赤か黒か、どっちでしょうか？目がでかくなった。黒。さーて答えはどうかな？イェーイ。クローバー。黒いから当たりだよ。ってことで僕の負けだ。約束通りこれあげるね。僕のアンダーリンメガネ。面白かった。負けちゃったけど楽しかったよ。またやろうね。ふりゃー。すかさず飴を取り出すのが。カエルの服、やっぱり緑だから。はい。あ、何個物持っとんやろ。いや、いらないよ、ルール説明は。なんかそのうち、勧誘する言葉が出てくるんかなって思うよんやけど、どうなんやろ。え？マジで？赤か黒かじゃないんや。今引いたこのカードのマークはハートダイヤ、スペード、クローバーのどれでしょうか？マジで？ちょっと難しくなったけど、スペード。さて、答えはどうかな？難しいよ、それは。マジか。ああ、ドキドキした。こういうのって答えを見るときが一番緊張するよね。うりゃ。まあ、それ以外で緊張する部分ないけんな、逆に。テントの中ってね、
お家の中よりもお外の音がいろいろ聞こえてくるんだよ。ってことは、テントの中の音もお外に丸聞こえ？うわぁ、僕のお腹の音、誰かに聞かれてないかな？うりゃ。さすがにお腹の音までは聞こえんと思う。ラジオの音ぐらいかな。いろんな土地に遊びに行って、新しいお友達が増えるってことも、キャンプの楽しみの一つだよね。世界中のあちこちにお友達がいるなんて、かっこよすぎると思わない？うりゃ。なかなか来てくれんよね。やっぱこんなじゃないんかな。来るのか？ゲームのタイプもどれぐらいあるんかよくわからんねえけど。あ、説明いるにした。あ、またマークの色の方やね。1/2や。よし。よし、来い。赤で。イエーイ。赤いから当たりだよ。ジョッキーの服多分前持っとったよね。売ったっけ？売ったような、売ってないような。でもやっぱり呼べないな。キャンプのご飯って言ったらやっぱりカレーライスが最高だよね。でもカレーライスばっかりじゃ飽きちゃうし、今度はカレーうどんにしようかな。大して変わらない？うりゃ。あ、味的には。でも私カレーライスは好きやけどカレーうどん好きじゃないんよね。キャンプに行くときってちゃんと準備してるつもりなのに絶対忘れ物しちゃうんだよね。でも僕、マッチだけは忘れないよ。だって火が起こせなくってお料理できなかったら困るもん。うりゃ。あれやね。食い気が。たまたまキャンプに来たこの島で素敵なお友達ができたのに。あ、これは勧誘できそうじゃない？明日にはもう帰らなくちゃいけないなんて残念すぎるよ。うりゃ。ここに住んじゃいなよ。え？引っ越してきちゃってもいいの？それはすごく嬉しいお誘いだけど、実は昨日、お家のそばにフルーツの木を植えたところなんだ。それが大きくなるのを見届けたいから、せっかくだけどやめておくよ。でも誘ってくれて嬉しかった。うりゃ。そういうパターンもあると。でも多分さ、10人いっぱいおるけん、断られたってわけじゃなくってことやと思うよね。僕がこの島にキャンプに来たのはね、ここで僕が楽しく暮らしてるっていう夢を見たからなんだ。僕が見た夢のお話、君はどう思う？うりゃ。本当のことにしようよ。そんなに誘ってくれるなんて。どうしよう。もう自分じゃ決められないよ。こうなったら、ゲームで決めちゃおう。君が勝ったらお引っ越し。ね、それだったらいいでしょ？うりゃ。いいよ。よーし、それじゃあ早速始めよっか。カードゲームで勝負だよ。もうルールも何も説明しない。赤か黒か。黒。答えは、おー、黒。黒いから当たりだよ。ということは、君の勝ちだ。約束通り、僕はこの島にお引っ越しさせてもらうよ。さて、それじゃあまずはお引っ越しの申し込みをしに案内所に行ってきます。うりゃ。お待たせ。この島の案内所に聞いてみたら、なんと、この島には新しくお家を建てる場所がもうないから、お引っ越しは無理なんだって。やっぱりそういうことになるの。君はこの島の人だけど、もし僕がここの誰かに代わってってお願いしたら怒る？うりゃ。そう。あ、やっぱそれはできるんや。じゃあちょっと、桜島を。いいんじゃないかな？やった！それじゃあルーシー君にお願いしてみてもいいだめ、ルーシーは。その子だったらいいんじゃないかってどういうこと？それは困る。ああ、そうなんだ。それじゃあ仕方ないね。え、マジで諦めちゃうの？じゃ、これを繰り返して、自分が出て行ってほしい子の名前が出た時に言えばいいってこと？なかなか。お！お引っ越ししちゃう。ゲームなしでもいけるんや。ゲームなしでもいけるのね。なるほど。はいはい。いいんじゃないかな。やっぱりルーシーがめちゃくちゃ出ていきたいってことなのか。なんかこれ延々とルーシーになりそうな感じするね。どういうこと？そんなに出ていきたいの、ルーシー。言ってなかったよ、そんなの。なんでルーシーなんだ。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。